シャイヤイ君、ミニゲーム5番勝負とメンバーも、岡田康生選手、石渡ネルソン選手、坂田玲也選手、大迫塁選手4名に来ていただきました。よろしくお願いします。どうですか調子の方は。誰から聞いていくかな。ネルソンから行く。ちょっとネルソン調子、一言二言。まあ調子はいいっすね。それはサッカーですか。はい、両方。構成はどんな感じかな。まあなかなかサッカー面では難しい面もありますけど、自分なりに頑張ってますし、まあ、プライベートもすごく楽しく充実してるので。仲いいよね。だってなんか、はい、若い寮生ね。次はじゃあレイヤ。はい、楽しくやらせてもらってるんで、コンディションは抜群です。よろしくお願いします。初代のなんか、はい、で、ルイは日々すごくこう成長させていただいてるので、すごく楽しいです。あのね、今日ね、ユースチーム対高校サッカー5対連ということで勝負したけど、今のもうコメントで高対連の礼儀正しさを見せ出てたんやつ。やってます、あれは。まあね、そういう猫かぶって先輩に気に入られるっていうのもね、それぞれの特技だったりするんでね。はい、ということで、今日はミニゲーム5番勝負、5テーマで、ゲームを出題します。岡澤選手、ネルソン選手対、坂田選手、大迫選手の2対2に分かれてもらって、いろんなミニゲームを、してもらうことになります。ネルソン選手だったらもう確実に分かる問題、分からないむしろダメです、はい。まあ、そういった、だからもうポン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 で問題自体終わっていくと思うんで全然大丈夫だと思います。始めたいと思います。一つ、はい、ここは協力していいですか。協力ありです。あ、うん、もちろんチームなんで答えは合わせないといけないか。別にないです。例えばこうもし選手当てだったら同じ選手から言ったら2ポイントになる。あ、ただ違う選手やったら1ポイントやけど、その代わり幅を広がる答え。そうですね。じゃあ1つ目、まるまる選手当てゲーム。事前に、Twitter で、サポーターの方に、アンケート回答をいただいています。サポーターが選ぶまるまるならまるまる選手のように、どの選手が一番アンケートでサポーターの投票が多かったのかを皆さんに、回答しています。実際500件以上、回答もらっているので、これはもうね、まあ、セレッソ大阪のこう内部はもちろんもう分かっていると思うし、サポーターの方のこう心理、サポーターこう来るだろうなとか、こういうプレーを要求するだろうな、それは絶対に必要なんていうか、ね、まあ、こういうことから始まっていくと思いますので、じゃあいきます。第1問、サポーターが選ぶ恋人にするなら誰。1位だけ。それでは、はい、一斉に。ちょっとこうね、こんなんもう答え分かってるけど、見てるから 100% 分かってる。全部正解してる。簡単ってことですか。今度かも見てオリーヒン。すぐ分かる。あ、すいません、これね、僕は入ってないです。ちょっと迷わさんように、僕はなしで。ちょっと難しいんだよね、自分ね。まあ、選んだ理由だったり、まあ、自分だったらこの人やけど、まあ、サポーターの方々やったら、まあ、この人かなみたいな、まあ、自分やったらこれやけどみたいなのをちょっと付け加えてもらって、ちなみにですけども、漢字で書いてもらって、え、名字から名前まで全部漢字で、え、それはね、すべて漢字で、え、それはやっぱり大丈夫ですかね。大丈夫ですかね。いいですか。1問目からちょっとね押してますよ、すごく時間が。イメージするのに、決めるのに迷ってんのか、漢字が分かれへんのか、漢字が分かれへんのか。分かりました。大丈夫ですか。はい、じゃあ1人ずつ、じゃあネルソンさん、はい、お願いします。毎熊選手。毎熊選手。熊違う、熊違うでしょ。マイクマ選手、はい、奥野選手、奥野選手、あ、そのちょっと聞き忘れたけど、ネルソンは自分が選ぶんやったら、自分が選ぶんやったらですか。
リキ君、唐川選手。ああ、リキ。構成は？自分が選ぶんやったら、うん。リキなんだと思う。うわあ。うわあ。あ、そうだね。わかりますじゃあ、ちょじゃあ次ベア。はい、お願いします。鳥海浩二さんです。おお。鳥海か。その理由とかは？やっぱりあのルックス、うちはめっちゃイケメンで。あ、そう。はい。なるほど。じゃあルイお願いします。はい。マスター。おお。全員違う。全員違うな。なるほど。ヤマタツもねおしゃれでね。めっちゃかっこいい。かっこいいよな。わかるわ。俺もヤマシタ好きやね。かっこいいっす。ちなみに構成6票。え一緒にユリマリン行って楽しんでくれそう。うおすごい。ルイ入ります。8票。見てるだけで癒されるありがとうございます。以上です。それじゃあ、正解発表したいと思います。76票獲得。鳥海選手。うわぁ鳥さんか。でかー。まあ理由はですね、イケメン、はい、圧倒的ルックス、純粋にタイプ。まあ、だからまあレイヤーがやってたのがまあそこの方のそれが全てかなと。まあ2位惜しくも参りません。いやー、はい、まあ笑顔がかわちい。これは間違いない。かわちい。61票で3位票だけ、35票、まあ、といった、順番になっております。交代連チーム2ポイント獲得です。おめでとうございます。それじゃあ、続きまして第2問、はい、サポーターが選ぶお兄ちゃんにするなら誰。えぇ、お兄ちゃん、どうなんやろね。お兄ちゃんっていうとね、兄貴っていうのも、まあ、確かに、兄貴なの。お兄ちゃんどうですか。一回ちょっと感じてみようか。だからこう、まあ今みんな若手というか若いから自分たちはやっぱ入りにくいよね。やっぱまあベテランだったり、まあ、経験のある選手が選ばれるのかなっていうと。ああ一かげんしてほしいです。なるほど。それじゃ今回は、ルイからいこうか。はい、フリップオープン。上城さとき選手です。上城さん、それはなんで。いや、なんかもう普段からめっちゃ、うん、お兄ちゃんキスがすごい。あ、そう。後輩を。ああ、なんか面倒に見るイメージはあるけど、こう引っ張っていくとかそういうのもできるってことかな。じゃあルイ自身も上城ジョーがこうお兄ちゃんみたいになみたいな。うん。それはサポーターの目線で。そうっす。あ、なるほど。それじゃあ続きまして、じゃあレイヤーお願いします。はい、西尾龍也君。うわ、理由は。あの、兄貴、兄貴感兄貴肌みたいな。聞いてたね、俺のワードね。はい、しっかり。ありがとうございます。野田さんね、はい、確かにあるよね。俺も思うわ。はい、なんか年上ちゃうかなって思ったことあるね。お兄ちゃん、そうです。わかりました。それじゃあ構成お願いします。マイクマ選手。マイクマ選手、確かになんかこうちょっとお兄ちゃん的というか頼りになる子多いよね、今の世代。そう、なんかこうみんなしっかりしてるというか、それをもう自分が、いや、さて、サポーター目線で。ちなみに自分だったらマキちょっとあれやね、ジャンルが違うもんね。じゃあネルソンお願いします。清武選手です。あー、まあね、まあ、長いことキャプテンやってて、はい、それはもう自分自身も、それもサポーターだったら、サポーターだったら確かに優しいお兄ちゃんで一緒に楽しめるしね、はい、なんか。なるほど、わかりました。それじゃあ、答え発表したいと思います。60票清田選手。いやだよ。頼りになる。我らがキャプテン。まあ、2位40票増田選手。うわあ、最高やん。で3位、香川選手39票。まあ、こういった、順番で。え、これで
1対1。なんかもうね、すぐ分かったけどね、こんなもんね。それじゃあ続きます。第3問、サポーターが選ぶ海へ一緒に行くなら誰。海ね。これはね、これマジで2秒ぐらいで分かった。海行って何するかとかもあるよね。こうビーチでこう遊ぶのか、それともバーベキューしたいのか、それとも釣りするのかとか、海って言ってもね、一緒にお酒飲みたいのかとかね。だからサポーター目線やったらね、一緒にお酒飲んでみたいなみたいなのもあるかもしれないよね。お酒やろう。確かに似合うわ。似合うわ。そりゃ似合うよ。大丈夫ですか。オッケーです。はい、結構いっぱい自信ある。じゃあ次はネルソン。はい、お願いします。上以上選手です。あー、じゃあ他沖縄出身やもんね。確かに。じゃあパンパンいきます。後世お願いします。松田陸選手。うわなそれわかるわ。レイヤーお願いします。山田さんです。おお。お願いします。また城さんです。おお。沖縄だからね。え、難しかったこれ。ちょっとね、考え方が固まってるわ。じゃあ、答え発表します。54秒ジョニー・クレイグス。サングラスだ。うわ、サングラス。トロピカルなドリンクが似合いすぎます。まあ、こういったらね、硬かったね。俺はまず絶対こう海外の選手かなと思ってる。で、けどまあ2位バーバー選手49秒。3位ウェイド選手39秒。うわ、ちなみにカプシャーは、20秒。うわ、まあ1000ぐらいでなったけど、一緒に釣りをしたりとか、本人もサッカー選手じゃなかったら釣りのプロになったら、こういう情報を書いております。いいやいいや。続きまして第4問。サポーターが選ぶキャンプに一緒に行くなら誰。キャンプ。はい、キャンプ。そうやろ、だんだん答えているとこう偏っちゃうからね。柔らかくしないと頭難しい。3位発表しようか。じゃあ、はい、清水選手。あ、山下選手、進藤選手。3人同率で。さっきね、これすぐ分かったって言うけど、ちょっと時間かかりました。違うんだろう。いいですか。はい。ちなみに坂田選手、一緒にいて楽しく過ごせそう。ネルソン選手、行っていただきます。お肉をいっぱい食べてください。食べます。大丈夫ですか。大丈夫です。じゃあルイからオープンお願いします。加藤睦月選手。うお。加藤選手、それは、いや、まあ、なんかかっこいいじゃないですか。男らしい見た目だし、本当男らしい選手なんで、やりました。レイお願いします。攻めちゃいます。加藤睦月選手です。うわぁ、2ポイント狙い。ガチか。2ポイント狙いできましたね、今。なるほど、勝負に出ました。はい、じゃあ構成お願いします。加藤睦月選手。うわぁ、マジか。あ、そう。じゃあ、テルソンお願いします。船木選手。かけくん。うわー、かけくんだ。俺マジで思った。なるほど。それは、いや、絶対一緒にいて楽しいし、お肉とか焼いてくれそう。あー、お肉とか焼いてくれそうで、いっぱい食べるし。なるほど、わかりました。どうやろ。それじゃあ、答え発表したいと思います。山中選手。ちょっと俺もね、これ意外やったんよ。うまいけど、キャンパーっぽい、詳しそうとか、おしゃれなキャンプ用品もいっぱい持ってそう。おしゃれなキャンプ用品いっぱい持ってそうはちょっとこうって思ったけど、俺もね、そんなイメージなかったから。まあけど、サポーターのがね、見てくれてるというかね。じゃあ第5問、ラストです。サポーターが選ぶ無人島へ一緒に行くなら誰。1位の選手、今
みますね。一緒にいてて楽しそう、見てて飽きない、生き残れそう。ちなみに後世一票いただいております。そうです。理由なんとなく、なんやこれ、なんとなく、なんとなく1位の選手今まで出てきておりませんけどね、これ5番勝負のまだ1番目やからね。え5番勝負の1番目の5分やってるだけやから。えそうなんですか。これこれこれの前に問題じゃん。だからテンポよくいかなあかん。いいですか。それじゃあいきます。一斉にどういく、行こうか。じゃあ一斉にオープン。しんくん、やばい、これあったら出ろ、あってたらな。振動、振動、え、そうです。え、それはなんで振動がそんな、いや、見てて飽きないってやったじゃないですか。うん、おー、見てて飽きないってなんかあるね。ずっと思うのかもしれない。そうだ、かわいいから見てて飽きないみたいな。あ、そうだ、そうだ、そうだ、なるほど。いや、そうだ、生き残れるかね。そうだ、いや、そうだよ、無理じゃん。確かに、本当にそれじゃあ答え、ダメだろ。はい、よし、振動です。3ポイント、2ポイント獲得です。はい、いや嬉しいわ、そう嬉しい。オッケー、押しました。1、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 
発射機がいいかも同じです。磯口さん。特別な場所で。サッカーのすべてを今感じよう。A sustainable future. Yanmar.